1991年の F1、世界選手権3戦用に開発したフォーミュラワンカーで、スティーブ・ニコルスとジャンクロード・ミジョーが設計した。1991年の第7戦から最終戦まで実戦投入された。モノコック側面部をカーボンチのままにするなど、マクラーレン風のデザインになっている。モノコック先端が持ち上げられた。 ハイノーズが導入されて、ノーズ自体も細くなったほか、サイドポンツーン自体が642とは違って、短くされた伝統的な形状となっており、従来のジョン・バーナードがデザインした639、640と、その発展型である641、641、2、642とは、全く違ったデザインとなっている。カーデザイナーのユラタクヤは、 フィオラのサーキットで643を初めて見た際、F1 雑誌のインタビューでノーズの形状など随分とウィリアムズ FW14 に影響を受けた印象があります。FW14 のフロントに642-2のリア部分をくっつけたみたいな美しいフォルムと仕上がりはさすがフェラーリというところですが個人的には フェラーリのマシンが個性をなくしてしまったのは非常に残念ですと感想を述べていた。デビュー戦のフランス GP では地元で強さを見せるアランプロストが予選位を獲得。レースでも中盤にウィリアムズのナイジェル・マンセルに抜かれるまでトップを走行し、不審脱出の手がかりをつかんだように見えた。しかし、低ダウンフォース時のマシンの不安定さは解消されず、 エンジントラブルも頻発した。ベルギー GP では、ジャン・アレジが、タイヤ無交換作戦で、トップに立つが、エンジンブローにより初優勝を逃した。シーズン終了後にアレジは643について、マニクールやバルセロナのような路面のフラットな、サーキットでは643は、ウィリアムズと互角のスピードで走れたよ。でもシルバーストンや、 エストリルのようなバンピーなサーキットではマシンを押さえつけるだけで精一杯だったと語っている。このような散々な状況のもとチームに対して批判的な言動を行っていたプロストは日本 GP 後にチームから解雇されてしまった。最終戦はプロストの代役としてテストドライバーのジャンにモルビデリが起用された。結果的にフェラーリは 最終戦オーストラリア GP も含めてシーズン未勝利に終わり、その後様々な改善や手コ入れを試行錯誤したものの、1990年シーズン第14戦、スペイン GP から1994年シーズン第9戦、ドイツ GP までの間、グランプリ58連敗を重ねる低迷期へと突入することになる。 http://www.statsf1.com/en/ferrnri-643.aspxhat,ASF91 年フランス GP 特集号、ベールを脱いだ、最終兵器フェラーリ643登場。グランプリ92年、開幕時下前後、ジャンアレジインタビュー。ありがとうございます。